皆さんどうもこんにちは、キャベツです。今回ご紹介するのはゲームの怖い裏設定ブンブン。私キャベツも昔から自分は超能力者で、ある日突然力に目覚めるっていう裏設定で暮らしてた時もあります。恥ずかしい。皆さんも自分の裏設定を思い出しながらご覧ください。では行きましょう。スーパーマリオキノコ。スーパーマリオに登場するキノコ、ハテナブロックをぶち壊すと中から立派なキノコがボロンと飛び出て、入手するとマリオが大きくなっちゃう。このキノコ、実はこれ実在のベニテングダケがモデルと言われています。見た目は結構可愛い。このキノコにはイボテン酸と呼ばれる幻覚作用を引き起こす毒が含まれているらしいのですが、実際はかなりの量を食べなければ幻覚作用は出ないとのこと。そして気になるお味はめちゃくちゃうまいらしいぞ。コーリング赤い女。コーリングとは Wii で発売されているホラーゲーム。そのゲーム内に時々赤い服の女が登場します。この女キャラは主人公たちを襲うことはなく、ストーリー上でも正体を明かされないまま終わってしまいます。謎の赤い女は一体何者なのか、何のために現れるのか、それは意外なところで判明します。赤い女を何度か見つけると、実際の Wii 本体のメールボックスに赤い女からの手紙が届き、その手紙の内容は見つけた、目が合いましたというものや、不気味な絵が描かれていたり、そして最後の手紙を見終わった後にゲームを始めると、タイトル画面に赤い女が現れ、画面の下から這い上がってきてプレイヤーを襲おうと飛びかかってくるという演出があります。実は赤い女が狙っているのはゲーム主人公ではなく、プレイヤー自身だ。怖っ。ロックマン。懐かしいゲームランキング上位に入る今作ロックマン。実はロックマンの世界観は非常に暗い設定だったのです。そんな設定がこちら。ロボットができて、ロボットと人間が仕事を分担しながら共存していました。人間は働くことを忘れ、ロボットに労働を全て任せるようになったのです。暴走したロボットの処理も同じロボットにさせる。荒廃しつつある世界、人間とロボットの主権が逆転、人間狩りが行われ荒廃が進む世界。人間は主権を取り戻しましたが、ロボットとの関係は最悪状態。生き残った数少ない人間は体の一部を機械にするなどをして生きています。時代は流れ近未来、人間は絶滅し、ロボットは自分を人間だと思い幸せに暮らしている。最近はシンギュラリティという言葉を目にするので、本当にこんな世界がやってきてしまうのかもしれません。幼い頃あんな危機としてプレイしてたロックマンがこんな暗い設定だとは思いもしませんでした。スーパーマリオハテナブロック。マリオではおなじみのハテナブロック、実はこのハテナブロック、クッパによって姿を変えられたキノコ王国の住人だという設定があるのです。こちらスーパーマリオの取扱説明書に記載されていた設定。キノコたちの住む平和な王国に、ある日強力な魔法を操るクッパの一族が侵略してきました。おとなしいキノコ一族は皆その魔力によって岩やレンガ、つくしなどに姿を変えられてしまい、キノコ王国は滅びてしまいました。このキノコたちの魔法を解き、蘇らせることができるのはキノコ王国のお姫様ピーチ姫だけ。彼女は今魔王のクッパの手中にあります。マリオは神一族を倒してピーチ姫を救出し、再び平和なキノコ王国を築くために立ち上がりました。というのが設定なんですけれども、マリオがまあピーチ姫を助けに行く時にもうブロックガンガンぶち壊してますからね。まあつまり我々が今まで邪魔だと思ってぶち壊していたのはキノコの住人という。いやー、毎度マリオが楽しそうに殴っている全てが住人っていうのはなんかもうすごいサイコパスに見えてくるよね。このことをマリオは知っているならば、あいつはもう完全にヤバいやつや。ブレイド。本作は主人公ティムが時間を巻き戻すという能力を使ってパズルを解きながらさらわれたプリンセスを追うゲームです。ゲームはワールド1から6まであり、各ワールドにいくつかの面がある構成。しかしプレイヤーはなぜかワールド2から始めることになり、ワールド6まで進めると最終的に始まりのストーリーであるワールド1にたどり着くことになります。最終面ワールド1ではティムは地下トンネルに到達、上層からさらわれていたと思われるプリンセスを片手に抱えた騎士が降りてきます。騎士は着地すると離さないぞと叫び、プリンセスは騎士から離れ一段高い台にジャンプし、騎士はこっちだと叫ぶのですが、プリンセスは助けてと叫びながら画面の右側に逃げ始めるのです。ティムは炎の壁に追われながらもプリンセスを追いかけ、プリンセスはティムの行く手を阻む障害物を動かすためにスイッチを操作し、ティムもまた
プリンセスを先に進ませるためにスイッチを操作。逃亡劇の最後にはプリンセスは自分の自室に到達。ティムがフェンスを伝ってその部屋の窓際までたどり着いたその瞬間、閃光がほとばしり、プリンセスは眠りにつきます。ティムはどうやってもプリンセスの部屋に入ることはできません。その後ティムが時間を巻き戻す能力を使うと、実際にそこで何が起こっていたのかを知ることができます。逃走するプリンセスを追いかけているのは主人公であるティム。プリンセスはティムを閉じ込め殺害するためにスイッチを操作。ティムはスイッチを操作してプリンセスを捕らえようとします。ステージの最後でプリンセスは騎士に向かって助けてと叫び、彼はこっちだとそれに返し、プリンセスは高台から彼の腕の中へ飛び込み、騎士は離さないぞと言ったと、プリンセスを抱えたままロープの先へと消えていく。最終面の開始時点でティムは騎士がモンスターなのだと認識しています。ですが実際にはティムこそがプリンセスを追うモンスター。なんとも後味の悪い設定。クッパってこんな気持ちなんでしょうかね。エリカとサトルの夢冒険。本作は1988年9月27日にナムコから発売されたゲーム。内容は2人の子供を操作しながら進めていくアドベンチャーゲームで、開発はアトラス。主人公のエリカとサトルが時の冠を求めて旅をするというストーリーで、全5章のオープニングの序章とエンディングの最終章からなっている堅実的なゲームなのですが、このゲームには開発者の卑猥で過激な隠しメッセージが入っています。この隠しメッセージが発覚したのは発売からなんと12年後になる2001年の2チャンネルのレトロゲーム版。メッセージの内容はヒデムシという開発者が書いたもので、同僚に対しての愚痴や罵倒、感謝の気持ちなどが書き綴られているのです。それがこれだ。 1,2,3。この隠しメッセージはゲーム公開当時には誰にも気づかれず、16年後に当時のスタッフのカミングアウト及び有志のロムデータ解析によって初めて存在が発覚。ちなみにこのメッセージを見るための条件は非常に難しく、リアルで1時間以上待った上で、さらに 1P と 2P のコントローラーで特定のコマンドを同時押ししないといけません。またこのゲームはパスワードでコンティニューする方式であり、各所の終わりにパスワードが表示されます。そしてまたもやこのパスワードにも恐ろしいメッセージが隠されていたことがなんと2012年に発覚。このゲームのパスワードは20文字で構成されています。当然ながらパスワードなので文字列の内容はゲームの進行状況によって様々に変化するはずですが、各章ごとに特定の3文字だけはなぜかどんな状況でも常に変化せず固定となっているのです。その固定となるのはパスワードの5文字目と10文字目、そして13文字目。こちらをご覧ください。上記の赤文字の部分だけは常に固定であるため、それらをつなげると、いいか見てろ貴様、今に殺す、やめた、こんな奴ら早く失せろとなるのです。これは明らかにヒデムシの怨念としか思えません。怖い。ということでいかがだったでしょうか。マリオのブロックがキノコの住人っていうのは全然知らんくてめっちゃびっくりしました。あんな毎回爽快にぶち壊してたのがキノピオたちだったなんて。まあマリオカートとかやってたのめっちゃうるさいし、まあぶち壊してもまあいいかな。続編のマリオではブロックを壊したら右上に卒業アルバムに乗れなかった人みたいな感じでキノピオを表示してくれると、キノピオの命の尊さを知るので、まあ実装していただけるとちょっと楽しいです。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、ツイッターやインスタグラムもやってるんで登録お願いします。じゃあ次の動画で会いましょう。キャベツでした。Thank you.
Thank you.